九州の地獄に行ってみた。どういうことですか？九州のサウナが熱いと聞いたので、九州のサウナについていろいろと勉強をしにやってきているわけなんです。で、地獄ですよ、地獄。地獄？いや、サウナ地獄なのかな、灼熱なのか、何なのか、どんな感じなんでしょうね。あ、卵だ。本当に冷たい。あったかい。お、そろそろ、あ、来たー、大分にイン。実は大分は源泉数が日本一なんですって。温泉県なんですよ、大分。別府とか湯布院とか有名なところも結構ありますよね。お、見えてきたー、地獄来ました。すごい。人って感じ。あ、小川が流れてますよ。なんかね、香りが、硫黄の香りがすごい強いです。息が白い。いろり？あ、卵だ。温泉卵。すごい。ご宿泊のお客様へどうぞ、お一つお召し上がりください。すごい。ここ？不思議。じゃあちょっと行ってみましょう。来ますよ。こちらが冷泉です。すごい、この透明感すごいですね。通ってる感がすごい。入浴の仕方、ここは水着着用でそのまま入浴します。最初の 1,2 分は大変冷たく皮膚に刺激を感じる。ある程度時間を経つと中で震えが始まる。震えが始まったら浴槽から上がって、体を拭かないで暖房室に。はい、新しい。今まではサウナに入ってその後に水風呂っていうことが多かったと思うんですけど、今日は最初に冷泉に入ります。いよいよ入ります。入らせていただきます。あれ、しっかり冷たい。冷たい。おお。やっぱりいつもサウナに入ってから水風呂に入るの で体の内側から震えが来るまで入るっていうことなので、ちょっと入ってみましょうか。冷泉なんですけど、すごい硫黄の香りがすごい強いんですよね。不思議な感じです。肌触りは触った時にすごい馴染んでいる感じ。指先がもうビリビリしてる。でもちょっとなんかもうあったかく感じてくるぐらい麻痺してきました。結構冷えたので、そろそろじゃあ上がります。じゃあ暖房室へ。
らが暖房室です。サウナじゃなくて暖房室。すごい。ということはもう一回来ます。やっぱりこっちに来ると硫黄の香りがすごい強くしますね。じゃあもう一回来ます。ドキドキするな毎回。2回目もしっかり冷たかったです。でもやっぱさっきよりちょっと楽というか、なんかこの冷たさが馴染んでるっていう感じがします。この冷泉、多分北海道にもあると思うんですよね。冷泉のこの良さっていうのを北海道でもなんかできそうな感じがすごいしてます。でこの冷泉が水風呂になったらすごいいいじゃないですか。でなんとここでは近日薪ストーブのサウナを、作る予定ということなので、ここが本当にサウナからの水風呂になる日も近い。こっちには飲める冷泉もあるそうなんです。すごい。ものすごい勢いが。味はない、味はないです。香りもなんかそんなに硫黄の香りが強くないんですよ。なんかごくごく飲めちゃいました。